ちは。はい、今回は、はい、餅を使って餅を焼きます。餅、この季節に、はい、餅焼く、それだけ焼くだけ、はい、はい、ただね、餅が食べたかっただけなんですよ。で、餅に合いそうな韓国海苔と、はい、海苔、はい、はい、だけ、はい、焼くだけ、もう焼くだけ、もう焼くだけ、はい、でも焼くだけ銀太もうダメでしょ、やっぱり。いや、大丈夫、パリッとスリッと言うな。で、まあですね、焼くだけと言いましたけど、はい、まあ、タレ系統を作っていきます。で、キムチ餅かっていうやつがあったんですよ。へえー、はい、なのでキムチ餅というものとね、ちょっと違うけど、まあ、ちょっと違うというか、いろいろ種類がありました、キムチ餅にも、うん、で、まあ、キムチのタレと、まあ、餅といえばみたらし、みたらし嫌いやったですよね。でしょ、よしとんね。でしょ、で、まあキムチ餅券からかって思って多分食べんやろ。あ、じゃあ1人もう飛んだメンバーですよ、1人食べるしかないね。で、肝心の餅で俺餅アレルギーになって嘘つけ、ごめん、食いよねやろ。じゃあやっていきます。はい、はい、どっち作ります、みたらしとキムチ。キムチの、キムチ、あ、オッケーです、はい、じゃあ、まあ大体キムチの素っていうことと、うん、あ、キムチ入れるじゃない、はい、キムチは今回入れません。へぇ、これどうするの、これに塗るの。そうです、あの、焼いた後に絡めて、焼いて焼いて先につけちゃうと、うん、焦げちゃうね。はい、あ、今回あの、また七輪です。はいはい、はい、キムチの素です。桃屋のキムチ、キムチの素ご飯です。色は豆腐もんなの、豆腐もんじゃない、食べ物です。私はこちらに、はい、お鍋を用意してお砂糖いきます。はい、はーんとね、よいしょ、砂糖、醤油さんを探します。こっちも醤油入れようかな。あ、どうぞ。はい、醤油だとちょっと入れてみようかな。はい、そうだ、ナンプラー入れよう。入れません、コチュジャン入れます。自分で言うか。こっちコチュジャン、はい、で、こっちみりん、はい、こっちみりん、コチュジャン、で、醤油さん、あ、と醤油さん、はい、醤油はだいぶ少なめで、蜂蜜を入れると美味しくなるそうです。はい、それ真似してみます。で、ちょっと煮立たせていて、ある程度混ざれば、はい、片栗をちょっと入れれば、もう完成です。完成。キムチの素が少なすぎて、キムチというより焼肉系、味噌系の焼肉のタイプになった。これあれや。ほら、こんぐらいの、じゃあ、あの、駄菓子の20円ぐらいで売ってやってるんですか。白と黄色か、なんかタレに。ああ、イカのやつか。あれの匂いやね、うん、間違いない。シャーって言うてよ。分かったでしょ。分かったよ。薄いみたいなパッケージだよね。あの、なんかこんぐらいの袋に入ったような、あれや、もう美味しい、完全に、あ、あれやね、あれ、もうもろチューチューしたくなる、そうそう、ね、あれを、まあ、あんご、うわぁ、もろでしょ、もろ、あれや、あれや、あれができちゃったね。どうしよう、あれに明太子合う。合うんじゃね。じゃあ、合うと思う、明太子入れます。明太子入れます。はい、おっと、あれ、みりんと醤油は間違おうとした。なんだ、ここは通りに気に入りすぎでしょ、それは好きに、みんな好きだと思うよ、でもあのシーン。なんだ、ここは通りに、それ何がっけ。あー、そっか、みんながそう思うとるって思ってないから、言おうって思ったらちょうどのタイミングでは、こっちもとろみをつけます。うわー、みたいな、それって、片栗粉でとろみついてた。はい、片栗粉って書いてあるんです、ね、俺も片栗粉じゃないかなって思ったら、砂糖のとろみかと思ってた。うん、うん、よしよし、ごまかせた。はいはい、それでは今回のメイン、七輪のところに行きましょう。はいはいはい、はい、外に来ました。はい、それで、餅を開けてね、焼けるかな、ちゃんと焼けると思います。ベタ質感いきます。この大きさでいいですか。ロロロロロロロ、8円線でも。あ、そうなの。いや、わかんないです、わかんない。
これ意外とあれね、真ん中に線が入ってるわけじゃないんだね。あ、本当ですね。適当？適当なんじゃないですか。雨降ってきたね。これこっちが良かったかな、網。あー、落ちないように。あーね。いけます、まだ。また全然いけない。それで中央によってくっつくやろ。全部くっついて1枚の餅にみたいな。ここに1枚のプレート。4つぐらいいっておきます。ですね。そうですね。雨が落ちよる、ここだけに落ちよるように見える。うん。で、これね。お札さん、お札さん。3枚のお札の最後がこれで。ああ、そうか。お嬢さんが食べるでしょ。おお。ドンドンドンって。ヤマンバをね。おいおいも小さうナイキッカって言うとね。そういう原点は簡単なもんよって言って、うんうん、なった瞬間、シターってカバーってカタンってこうお餅でカバーンってパコーンってですね、ピーナッツのことは顔の形のお嬢さん。このね、ちょっと今餅上がった、こいつ餅だけね、うん、餅上がったよ。この方やろ、あの方あ、膨らんでるっていうか、こげてるてか、めっちゃいい匂い。お、めっちゃいい感じやん。一番触らんやったとか綺麗になったですね。触りすぎか。うわ、なんかこういうドクンってなったね。ったね、生まれるんじゃね。これもエリアンがひっくり返していいですか。おお。あーあち。映したこっちから。ピッタカとかチカチカとして。カチカチ。ああ、動きをちょっと面白いですね、うん、魅力のなんかちょっとメッて出とらんすか、ここメッメッて、いってメッ割りすぎが世の中を。あ、お、これいけるんじゃね。うん、だいぶパンパンになったよ。パンパンになってきて来い。ビュッて出てきた。フックじゃなくてビュッて、なんか汁みたいなのピューってなんか熱かなの。あ、でもパンパンになってるよ、ほらほら、めーちゃこれいくんじゃない。見せるやん、もち。おーっと、来てる来てる。おーおー、くる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 。なんや、もちだ。おーおー、絶対火加減やん。あー、もう一回もう一回もう一回。くるくるくる、あ、違う方がメリってなったっすね。これなんすか。あ、くる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 、ほら、あ、ほんとやった、ほんとやった、ほんとやった。あるか、なんか。うわ、おー。そう、うまくはいかんか。面白い。もう一回くる。面白い。おお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 。限界やったかな、今のが。でも、あんぐらいなんじゃないっすか。かな、あんな、こんなね、鼻ちょうちんみたいな。おお、こっちが割れてきた。ほんとや、飯って。だからもう、光ですね、結構もう食べれそう、うん、中まで通ってるやろ。ここで、あの、児玉さんの、うん、あれに、こう絡める、はい、してほしいです。もう、その中につけて。じゃあ、こいついきますよ。はい、どうぞ。でかいやつを。で、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 これが、まあ、いろいろやり方あるみたいですけど、うん、キムチ餅。でも一回乗せるの？はい、はい、焼いてどうぞ。で、まあ、2個ほど、はいはい、どうか、はい、はい、面白かですね、餅焼く。で、みたらしの方は、あの、最後にもう焼けたよっていうところでなんで。あ、そうなんだ。もう行ってもいいんじゃないですか。食べれると思う。うわうわ、これ飯で、飯ってなった。あ、出てくる、今から。今から出てくる。出てきた。あー、やめたー。あー、出てくる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 。キヨルキヨルキヨルぞー。キヨルぞー。おはー。カブトムシ相撲のこと。でも良かったかもしれない。まあ、よかった。こっちにあげます。はい、で、それ、ちょっと半分にしたんですけど、みたらしちゃんからいく？つけます。はーい。
たらし餅。はい、よし、それでいいですか。はいって言われた。甘すぎるとね。よし、餅の味が分からなくなる。じゃあいただきます。あ、これくるぶんだよね、これで。はい、そうです。いや、すみません。いただきます。はい、じゃあいただきます。あ、おいしい。あの、おいしいですか。うん、砂糖醤油の餅。うんうんうん、濃厚ですね。うん、結構お塩さんのパンっていう餅、餅だよ、餅。うまい。うん、海がめっちゃ合いますね。うんうん、この海苔だ。うん、じゃあ次、キムチ。はい、すいません、餅うまい。うまいね。餅はうまいよね。うまい、もちもち、もちもち。はい、キムチの方は韓国のりで巻いて。ただ口の中がね、水気がないって、うん、飲み込めないな。いただきます。うんうん、あっくあっくあっく、あ、うまい。うん、あっく。いやー、そこは汗かきながら餅食いう人も初めて見た俺。ほんとだよね。ただ、キムチめっちゃうまい。へぇ、あれね、ご飯感が出たね、うん、いいね。うん、なるほどね。うまい、うまい。なんか餅って冬にさ、体をこう冷やさんように餅食うみたいなあるじゃん、田舎とかはさ。あ、うん、そうそうそう。で、夏あんま食わんよね。夏はまあまあ食わんね。やっぱ冷やさんごとやなかしか。冷やさんごとね。まあまあ、あの餅を焼くだけでしたけど、このキムチ餅っていうのがいろいろね、うん、あの本当鍋みたいな感じにして餅がメインで入ってる、うんうんうん、それはもうキムチをそのまま入れるとかやったり、本当この焼いただけの上にキムチ乗せて海苔で巻いて食べるキムチ餅もあったりとか、お団子状にしてとかいろいろありました。で、結構お店が出してるのはこのタレを作ってこうやってるのとかがあったので真似してやってみたんですけど、美味しかったです。はい、みたらしのタレも簡単ですので、まあね、お餅が余ってたりとか、まあもっと先のお正月あたりにやってみてはいかがでしょうか。はい、はい、今回は七輪で餅を焼いて作りました。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい。Thank you.